ここが終わって、頑張って、プラス800円で入れる。
なことない。4階の窓が出てて、この前行った時さ、帰りにさ、バスで帰って、で、前の方に小畑さんが一人で座ってて、で、真ん中歩いたら私と恵那子ちゃんが座ってて、で、後ろ、ちょっと後ろにサマンサさんが座ってて、で、みんな駅まで行くつもりだったから、別にミスしないで、なんかやってたら、商店街、商店街のあたりで、なんか小畑さんが降りたんだよね。で、でも降りるときに、なんかすごいバチャーって音がして、何かもって見たら、小畑さん聞こえてて、え、こけてたの。